クルクレイ氏、クルクレイ氏は、フランス、イルイコールエイコールビレ県、ブルターニュ地方は、フージェールの森東部に存在する石像遺跡の一つである。巨石の上に屋根のようにして天井石が乗せられているのが特徴である。1946年、ドルイドレス石と共に歴史的建造物に定められた。部分的に損壊した屋根のある工事で、長さ六メートル、幅一。 三メートルに及ぶ。十九世紀に工事を覆う石の大きさは長さ約四メートル、幅約二メートルと計測された。今や二つの破片が残されている状態に過ぎない。また工事は十二の割石によって区切られている。割石は最低1.2メートルの高さのもので、そのうちの一つは傾いている。ドルメンディーラ・ピエール・コルクー・リウ、ピエールで言うのを・デ・ユグノー。 イヤリニュマンメガリシックィレコードンでドルディーズ。ベースメリメ、ミニステルフランセデラカルチャー。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ありがとうございます。